やっぱり、行った方が良かったかな。でも、それじゃあ、習字は終わらなかったし。お、父さん、仕事の帰り？今日は習字をやってたから。うん。授業で習字の作品を出すことになってて、今日がその提出日だったから、残ってやってたんだ。それは。一応、今までで一番いいのはできたと思う。え、それは。うん。今日、本当はクラスの子の誕生日会があったんだ。だけど、どうしても習字をやりたくて。断ったの。それで、クラスの子には嫌な思いをさせちゃった。中途半端なまま習字を終わらせてたら、きっとすごく後悔してたと思う。だけど、だからってみんなに嫌な思いをさせたかったわけじゃなくて、やっぱり、誕生日会に行った方が良かったのかなって、ずっと考えてたんだ。そう、なのかな。そうだよね。どうすればよかったのかな。ちゃんと誕生日会に間に合うように習字もできてたら一番よかったとは思うけど。え？いいけど、なんで急に？ヒントが？うん、わかった。ライブハウス、いつ来てもなんだかドキドキするな。暗いのもあるけど、でも、それだけじゃなくて、時々聞こえてくる楽器の音とか、薄暗い会場の雰囲気とか、そういうの全部、体が熱くなる。なんだろう、これ。え、こっちって、バックステージでしょ？私も入っていいの？うん。ここが、ステージの裏？はあ、こんな風になってるんだ。
よろしくお願いします。か？10歳です。ちょっと。いいえ。